3回一塁に中島を置き2番田中、ファーストの頭上を越える打球に中島は3塁を回り一気にホームへ。先制点を生み試合の流れを引き寄せます。5回今度は西川が1塁ランナー、中島のこの当たりに快足を飛ばし2塁を回ると、3塁の白井コーチも腕をぐるぐる回しホームへ。抜け目ない走塁でオリックスを突き放します。さらに2塁に進んだ中島、田中のライト前タイムリーで余裕のホームイン。中島拓也と西川遥輝、ファイターズの誇る2人のスプリンターが勝利を呼び込みました。